おしょいじみです。よいでーす。お願いします。はい、本日はですね、翔平愛の鬼ノックやってきたと思います。愛だけでいいんだよな。もう先日あの良平がなんか生意気にねキャッチャー指導をしてたんですよね。俺と組んだからには、はい、もう俺の鬼ノックを受けてもらってからのそういう指導をしてほしいなと。鬼すら鬼チーム鬼ノックけど、はい、スリー鬼ですからね。やばい、はい、もうきついでしょ絶対。ガチノック、あのね、大井チャンネルと前からやってんすけど、はい、大井くんでさえ避けるぐらいの、でも彼はもうどんどん来いと、はい、いう感じの。まあ、クラブ内で細いですけどね。いや大丈夫、誕生日もちょっと違うんで、まあ、一週間違いだ、一週間違いだし、タメだし、もう大井くんみたいなもんなんで、大井くんだと思ってもらえます。レベルが違えんだって、はい、最初からね、こうネガティブな発言をする人がもう俺はもう成敗します。はい、心をまずは鍛えます。僕つけてるので、はい、ついでにそこでもしキャッチャーのいい形なんかできたらそれも、そう一つのねきっかけになっていいと思うんで、はい、大井くんはつけずにやってましたから、まあ、そこをあえてキャッチャーの僕につけて取るところちゃんと取るんだけど、そう避けたら一個ずつこう外していくっていう。いや野球拳脱いでいくじゃない、外していくのが。いやもうそうです、あざだらけなんだ。はい、って感じで、やっていきたいと思います。はい、まあ愛のある結構ね、そうですね、していきたいと思いますんで、それではご覧ください。どうぞ。一応こうですか。あ、家のやつは、あ、そうそうです。ゲスタン、そんな近くから打つんですか。怖い。これ皆さんできれば尋常までやりましょう。マジで危険っす。ああ負けたー。でも取ってる。また乗せた。見てるよ新村くんが。やばい。最初からね、こうネガティブな発言をする人がもう俺はもう成敗します。あ、はい、心をまずは鍛えます。初準備だ。おう、瞬間と最後のバウンド全然違えてる。あーあああ弾く早すぎる、早すぎる。最初からね、こうネガティブな発言をする人がもう俺はもう成敗します。あ、はい、心をまずは鍛えます。レガースレガースに。はい。
そんな早くなかった。はい、そんだけ早くなかった。今普通にミスっす。あー、ダメだ、腕伸びた。おい、ブロックがいい。おい、よいしょ。成長した。でも避けた。ちょっと成長したよ。避けていてもああいう打球取ることができて。おお。やだ。伸びがえぐい。やったね。なんかやだな。どうすか。いやー、きついっす。今日ゆっくり寝れそうっす。いやもう正直俺を、まあ、プロの選手、よく森選手なんかがインスタ上げてるじゃないですか、今年の自粛期間中の練習とかに、こんなもんよくできんなと、今、まあ、軽く打ってもらって、でも結構やっぱ逃げちゃうので、軽くね、はい、まあ、ビヨンドっていうのもあるんですけど、まあでも結構これも、まあ、危ない練習ではあるので、ある程度キャッチャー、やったことのある人が、やるべきかなと。思います。でもまあその反射神経っていう点では結構いい練習にはなります。本当に疲れました。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それではよいしょー、バイ。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Glorious light, too hot and fun, you got me.